想请教一下 Kim 就是蛋白跟玻尿酸那到底在使用上有什么不同コラーゲンというものは神経の中での骨格というようなもので、もうこのネットの情報の形でもうそういう入ってるもので、本当にその中だけだと思っている保湿だったり、その弾力は支えるかもしれないです。保湿自体は支えれなくて、本当にそのコラーゲンの その中でヒアルロン酸がしっかりと入っていただかないと、その3年前の水分、カカエのヒアルロン酸が入ってないと、本当にその我々の神秘の皮膚自体が、あとヒアルロン酸自体は 120mg だけを取ろうとしても、食生活では本当に豚側は本当に200グラムを食べないといけないぐらいに本当に食生活ではすごい難しいものなので、本当にそういう我々のサプリの形としてそれを摂取していただく必要が必要なものでございます。在日本哦，那玻尿酸是大概是什么样的类型的人在使用？还有它使用的剂量大概是多少？ヒアルロン酸は摂取しないといけないものです。全ての人が全部摂取しないといけないものかなとは思います。で、全ての年齢から言うと、人は20歳から始めてヒアルロン酸がどんどん下がっていくので、それをヒアルロン酸を摂取してそれを補わなきゃいけないものはあるんですね。なんですけど、それその中でも、消費者の中で本当にヒアルロン酸自体は美容意識が高い消費者、または本当に運動が好きな方であれば本当にお勧めしていただいて、それは本当に怪我しにくくなる部分があるので、ぜひお勧めしたいと思います。再请教一下 Kim 先生，那你认为那 QB 的玻尿酸跟其他的玻尿酸会有什么不同 ？QB は40年間ヒアルロン酸を研究しておりまして、この効果が本当にあるかないかをしっかりと査読付き論文だったりいろんな文献で、本当に消費者に安心を持たせて。本当にその効果があるものだよってことをしっかりと、あとそれからこの日本市場で その信頼に基づいて、日本側では機能性表示食品であれば本当に QB のものがほとんどのぐらいで、本当に日本原則のシェア、まあ本当にナンバーワンのシェアを今誇りで思っております。ありがとう。ありがとうございます。ドリンクスタンドの旅を食べようか、どうぞ。营养师青石，我是研发人，也是创办人